こんにちは、エミです。冒頭からショッキングな映像でびっくりさせてしまいごめんなさい。ミントとクルちゃんが喧嘩になった理由は後ほどお話しさせていただきますね。このチャンネルではワンコとの暮らしの中で役立つ情報などを配信しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。今回はとっても楽しみにしていたボギーボックス6月号が届いたので、クルちゃんとミントと一緒にレビューしていきたいと思います。まずはドギーボックスって何？ドギーボックスは毎月テーマに沿った可愛いおもちゃとナチュラルなおやつ、高品質なケア、日用品をお届けするサブスクサービスです。ただのおもちゃとおやつの詰め合わせでしょと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ドギーボックスを一度手に取るとわかるのですが、中身の一点一点すごくこだわって作られています。各専門メーカーさんから厳選されたおやつやグッズ、素敵なデザインはドギーボックスのデザインチームが一からオリジナルでデザインをされているそうなんです。手に取るとわかる愛にあふれたボックスなんです。では気になる中身をご紹介していきます。その前にすでにお気づきの方がいらっしゃるかもしれません。我慢できずにすでに何個か味見してしまいました。一つ目が虫のスプレー。正直これすっごく嬉しい、楽しみにしていました。パッケージのデザインも可愛いです。草があるところが大好きな我が家のチワワたち。私は必ず虫除けスプレーをするのですが、ワンコが使える安全な虫除けスプレーをずっと探していました。小さいサイズなので携帯するのにぴったり。このスプレーの企画販売元はバロンのしっぽさん。ネットで調べてみたところ、こちらの会社の代表様の愛犬バロンちゃんの全身トラブルがきっかけで、完全無添加国産にこだわったたくさんのケア用品、フードなどを販売されている会社様の商品のようなので、安心して使うことができますね。2つ目がチーズキューブ。ワンコが大好きなチーズ。製造は犬用無添加おやつの製造販売で有名なみちのくファームさんです。早速食べてみたいと思います。なかなか噛み応えがあるようです。一粒でなかなかの満足度です。三つ目が燻製鮭スライス。こちらはカネトラさんという大正2年創業の会社さんで、魚の町静岡県焼津市で水揚げされた新鮮なカツオを自社工場でカツオ節から削り節、粉砕加工まで一貫生産するメーカーさんのようです。安心安全に対するニーズはペットフードでも同じというお考えのメーカーさんなので安心ですね。手作り食を頑張っている我が家もなかなかお魚はあげられていないので、おやつで手軽にあげられるのは嬉しいです。おやつをもらうときはお座りが早い。
4つ目が傘と雲のおもちゃ、インスタ映えするかわいいおもちゃ、雨の多い季節にぴったりのデザインです。手触りもまるでマシュマロのようにふわふわ、ワンコが大好きな引っ張ったりカミカミする部分もついています。傘はカチャカチャ音が鳴り、カミカミして遊ぶのが楽しそうで、傘を広げることもできました。すごい。雨でお散歩に行けない日はこれでいっぱい遊べそうです。5つ目がふわふわアジふりかけ。実はこれが喧嘩の原因になった美味しすぎるふりかけです。我が家は手作り食とドッグフードを半々であげています。お魚系はなかなか与えにくいので、このふりかけは嬉しいです。ご飯にかけるとすごくいい香りがします。この時まさか喧嘩の原因になるとは思いもしませんでした。はい、どうぞ。この後喧嘩になります。何事もなかったかのように、喧嘩のことはすぐに忘れて二人とも夢中で食べています。よっぽど美味しかったんだと思います。ミントとクルちゃんは仲良しですのでご安心くださいね。でも喧嘩になってしまうほどドギーボックスはワンコにとって魅力なんでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。